長沢芦雪のハンコっていうのは独特な形をしてまして、亀の甲羅のような縁取りの中に「魚」っていう漢字が書いてるんですよ。これにはエピソードがありまして、また芦雪が修行時代の時、冬のある日、師匠の丸山応挙のところへ行く前に小川が凍ってたんですよ。でそれが気になってちょっと見に行ったら、魚が氷に閉じ込められて浮かび上がれない状況で苦しんでるのを見かけたんですね。でまあちょっとごめん急いとるからということで、芦雪はその場を後にしたんですけども、気になったんで帰りにもう一回そこ覗きに行ったら、今度は氷が溶けて自由に魚が泳げるようになっててよかったねっていうことやったんですよ。でこの話を、翌日芦雪が応挙にすると、応挙というのも「ああそれ結構大事なことやで、俺もな今でこそ京都方のキングって言われてるけどな、修行時代の時はね結構苦しんだもんなんや。ただなどんどん努力してったら徐々に氷が溶けるようになって自由になってったもんなんや。何事もちょっとずつやっていうことをね忘れたらあかんで」っていうふうに言われたので、芦雪もそれを肝に銘じて、それを表した印を使うようになったっていうことなんですよ。